制服の男からちょっとパンツとかタンクトップが着て、もうブラジャーは使わなかった。なんなんロシアの女って変態だ。今ロシア変態、変態じゃないよ。変態よ。あんた嬉しそうやな。ぶっちゃけ、まあ、日本どう思うっていう。多分叩かれるわ。生まれはロシア、最初関西、舞台は東京、ピロシキーズです。まあそんなこんなで今日はちょっとゲストの方に来ていただいておりますけども、アリちゃんちょっと紹介して。はい、こちらは私の親友のベロニカちゃんです。ベロニカちゃん、実は私たちと共通点があるっていうことで。そう、ベロニカもちょっと同じような事情で日本に来ているっていうので、まあ、彼女は育ったわけではないんですよ。ただ私たちと同じように親に連れてこられた、自分の意思で日本に来たわけではなくて親に連れてこられたロシア人ということで、まあ、僕は5歳の時に来ました。でアレちゃんは10歳の時で、ベロニカは18歳の時。そう、結構大人になってからだよね。そうそうそう、何歳で日本に来たかでは多分日本の見方とか全然違うと思う、考え方ちょっと違うと思う。まず、まあ、聞きたいのが、ぶっちゃけ、まあ、日本どう思うっていう。自分はもうマジで日本について何にも思わないわけ。好きとかないし嫌いとかもないし、5歳から普通に育ってきてるから、もうむしろ日本以外を知りませんって言った方が正しいかな。その辺の日本の子供と一緒、日本以外を知らないから別に日本が好きかどうかなんて考えても生きてもいないし、まあ、うちもそこは一緒やけど、そのなんか日本のこと何とも思わない、うん、まあ、その自分のことなんか何人っていうのがもうないっていうか、うん、もう日本で育ってのは日本の子みたいな感じになってるから、うん、逆に海外行ってみたいみたいな。分かる分かる。日本が海外じゃなくて、あ、アメリカ住んでみたいとか違う国住んでみたいっていう感覚。でもさ、アレちゃんと自分の違いって明らかアレちゃんの方が外国っていうかロシアの友達が多いよな。まあでもロシアの友達が多くなったのも、その友達もうめんどくせえわめんどくせえわ、そのくだり。もう女子ってそうやから嫌に、いつも友達ずらすぐやろ、そうやって仲いいふりして。いやでもうちもそのロシアの友達できたのって東京に出てからなんだよね。だから大阪にいた時は全然ロシアの友達がいなくて、ロシア語めっちゃ下手くそだったの。まあでもそれってつまりさ、今アレちゃんが言ってることってさ、私は別にブラスと条件は変わらんけどブラスの方がコミュ障やから外国人と関わることがないだけなんじゃないのって言ってるのって。なんでやねん、なんでそんなネガティブ。そういうことやで、ね、今の捉え方はそれしかできひん。違うよ今のは。なんか俺的にはさ、いやでもやっぱり5歳やっぱ違うだけでもそうやって外国の人と関わるチャンスっていうのは変わってくるんかもしれへんなみたいなとこに落としてくれるんかと思った。ただのマウント。なんでやねん。違うよ。びっくりした、まさかここでマウント取られるとは。うちは何が違うかっていうと、自分がついた職場やんか、東京に出てきてモデル業界に入ることになったから、そのなんか自分が好きでも嫌いでも関係なく、その外国人と接さなければならないような状態で、そのやっぱりモデル業界にはなんかロシア人とかなんかそっち系が多いから、たまたま出会ったりだとかっていうので。あらあら、これ全然フォローなってへんで。え、要は私は美人だったからって言ってるだけだ。なんでや、お前はブサイクやったからそういうチャンスが恵まれなかったけども、私は美人だからモデルをすることになったからそういう友達が増えましたと。もういいわ、俺ちょっと叩いて。アレちゃんと間違いについて考えやめとくわ。なんでやねん。いや違う、でもほんまにほんまにそれはそんな風に思わんといて。違うから。ベロニカは18歳の時に来たっていうことは、学校行ってないのかな、日本の。行ってたよ。何の学校？日本の高校。高校に行ったの？うん、ここにいた。ちょっとだけ。育ち生まれロシアだから心で 100% ロシア。うんうんうん、だからその最初は結構難しく、なんか大変だった。だから体育で初めて来た時、うん、なんかスポーツの方が持ってきてって言われて、うん、でも何の知らなかった。なるほどね。ああいういわゆるナイキの CM とかで出てるようなああいうの入ってきた。みたいな、スポーツブラとかこれね。おしゃれなんかやらしいね。おしゃれなんかちょっとね。そう。なんかこれダメだよって、もうちょっと広い。やらしい。やらしい。やめなさいって言われて。なんかやらしい女認定された話多いよな、そういや。なんかティーバック怒られたとか言ってなかった。ああ、それもね。ティーバックダメでしょ。あ、女の子たちに言われたんや、ティーバックダメでしょ、うん、でもそれさ、関係ないよね、なんかね、別にティーバック履こうがさ、ズボンの下に着るものだから。でもやっぱりさ、日本の高校でさ、着替えってなった時にさ、ティーバック履いてたら
ティーバッグって。でもね、うちもティーバッグ入ったことあって高校の時に、うん、でしかもその時なんかブリトニーか何かが流行ってたんだよね、ティーバッグを出すみたいな、うん、それをうちもあのなんていうの、制服着て、うん、制服の男からちょっとパツってじゃないの本当に。その時はやばっ、ちょっとめっちゃ。でもさあ、まあ、ベロニカ分かるよ、18歳で来たから。自分10歳から来て学校のなんかさ、学校なんか普通に通ってたわけやんか。それでいてもなんで私はティーバッグ、他の女の子はみんな履かへんけど私はティーバッグを履いてもいいんだと思ったの。おかしくない？それちょっと自分が偉いと思ってたの。そんなことないよ。でも私はみんなより美人だから。でもうちの学校はそのティーバッグ履いてる子はいたの。その時にちょうどなんか何タトゥーとか流行ってたりとかいろいろしてたから、あ、可愛いと思って自分もやったらもう偉いことになった。いやだってさ、だって日本ではおかしいってそんくらい住んでたらわかるやん。なんかみんな履かへんなって、みんなは履いてないなって。あと19歳の時で私19歳、なんか夏の時タンクトップが着て、でもブラジャーは使わなかった。あー、それはやばい。だからそのみんなずっと言われてた、ダサいでしょ。私だって乳首がちょっと見えてるやつやろ。だって乳首見えてるでしょ、うん、なんなんロシアの女って変態ばっかり。今ロシア変態じゃないよ。変態よ。あんた嬉しそうやな。変態じゃないよって嬉しそうに。おっぱい大きいだったら私も恥ずかしいかもしれないので、やめてやめて、ちょっと気持ちいいだからやめて。感じちゃうわ。感じちゃうね。日本がさ、すごい好きで日本に来ましたっていう状態やったらさ、何見ても楽しいやんか。神社とか見て楽しいし。でどう、なんか日本に来てこれがこれが何々城だとか、これが神社だとか、そういうの見せられてどう感じた？もし最初は来た時なんかもちろん全部が好きだった。でもその後はだんだん何年住んでもなんか普通になっちゃったね。あ、最初は日本のいいところしか目に入らないけど、最初はピンクグラスみたい、全部完璧みたいな、うんうん、だんだんそれが外れたら悪いところも見えてくるから、見えてきて、あ、いいところもあれば悪いところもあるなみたいな、うん、感じになったんやさ。今となってはどっちがいい？ロシアの方がいい。なんかいいだと思う。なんでなんで？いろいろなんかビューティーなんかサービスとかね、美容室とかいろいろ日本の方がいい。日本じゃない、ロシアの方がいいとかも。うーん、あとそれで、あ、安い。あ、なるほどね。あのさ、でもこれちょっと解説したいねんけど。日本の美容室とかその美容ってやっぱ日本人向けにできてるわけよ、うん、だから外国人がいざ日本の美容室に行った時に似合うものになるかどうかっていうと、うん、やっぱりその外国の美容室に行った方が綺麗にできるみたいな、やっぱ自分の髪質を分かってくれてたりとかもあるから、ここに関しては何やろ、技術の差とかではなくて、うん、合う合わないみたいな問題よね。そういうのあるよ。例えばエステ行った時に、例えばよくあるのがこのクリームとか買うと、うん、もうその最初から書いてる、例えば日本人肌用に作られたみたいな、うん、それって買っていいのかなって迷う時ある。その日本人肌用って、え、じゃあなんか私の肌合わないのかな、え、どういうこと、うん、分かんないけどみたいな。美容外科の手術とかもやっぱりみんな日本人でずっとやってるから、こっち鼻低くしたいのに鼻高くする手術ばっかりやってるからさ、低くする手術はうまくできひんとか、やっぱ肌質が違うから、そう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 、なんかそれはちょっとそういう面で、ビューティーの面では自分にはちょっと日本よりも向こうの違う国の方が合ってるんじゃないかってことだよね。あと安いし、生活は生活結構難しいね。ずっと考えなきゃいけない、当たり前じゃないのこと、何言わなきゃいけない、何しなきゃいけない、こういうここで座っていいかどうか、ここ食べていいかどうか、こういうずっとずっとずっと考えなきゃいけない、それで結構困ってる。マナー的なものはさ、10年じゃもう覚えられなかった。私たちはさ、子供の頃からおるから、うん、マナーとか言われたらある程度感覚で、うん、考えもしないのに、もう子供の時から生きてるから、そういう風にもう学んでるから何も辛くないのに、むしろ自分はロシアに行った時に、なんか死んだ時にさ、瓶で食べんとあかんって言われて、なんかおばあちゃんのクレープね、クレープをな、食べへんで、朝からクレープなんかよう食べへんわって言って食べんかったら、おばあちゃんがさ、私の友達死んだのにクレープ食べてくれへんかったとか言って怒ってたりとかするわけ。もうそういうの、そう、逆に難しいのね、こっちからしたら。でもエロニカもう10年も日本におったらさ、なんか慣れるもんじゃないの？やっぱ慣れないの？それでも慣れたんだけど、結構今もうたまにも我慢できないなんかどっか行きたいな、他の子には結構考える。そうやって、まあ、細かいことで疎外感も感じて、やっぱだんだんとなんかそんなに
自分には合わへんなって思うようになってきたのに、なんでロシアに住まないの？帰っちゃえばいいじゃん。そうだから18歳の時来たから、そう、その時はもうなんか子供時も終わって、うん、こういう大人、ちょうど、ね、大人への切り替わりの時期やったり、そうだからこういう大人するのことを日本で習ったから、今ロシア帰るとなんかこれ最初から勉強しなきゃいけないね。日本語も頑張って学んで、でこのやり方、いろんな住むものを作って、で生活基盤もそこでもう頑張って作ってしまったから、まあそう簡単に外国にじゃあ今住むってなった時に、ここでできてる生活基盤、お金の収入源やったりとか、それをポンと投げ出して簡単に捨てはできひんよなってことよね。多分結構ネットとか見てても、不満があるんやったら不満のない自分の好きな国に移住したらいいやんって言う人ってすごい多いやん。もし自分に合う国をほんまに探すってなったら、順番にいろんな国に住んでいくしかないわけよ。でそれをするにはさ、もう今自分のさ、ここで作ってしまった生活基盤も全部捨てて、うん、毎回捨ててはゼロから1から、だってお金稼ぐ方法だってここで作ってしまってるわけやし、なんならなんか子供とか生まれてしまってる人だっておるわけやし、でもそれを全部捨てて移住、全部捨てて移住っていうのを毎回繰り返すってもう無理やと思うねんな。だからどっちかっていうと、まあ、とはいえその自分の合う国を探すくらいなんやったら、今住んでる国を私なんとか変えたろうって考える方がまだ楽やと思うね、本来は。まあ自分の住む環境をね、自分の環境を今のこの不満な中でも少しでも不満を減らすために何か抗って生きていこうとか、何かしていこうって考える方が多分楽やと思うね。これ言ったら、いやそんな郷に入っては郷に従えやろとかって言われるんやけど、まあ、違うね、その考えが結局郷に入ってもどこが郷かが分からへんねやから、じゃあどの郷に従ったらいいのって。ロシアだってもう郷じゃないで、多分10年も住んでなかったら、ロシアのことなんかもう分からへんねん全然、じゃあどこが郷なん、どこが私を全て満足させてくれるの、結局ロシアの結果は多分なんか、まあ、あとはどこの国もやっぱり絶対不満もあったりすると思うから、う完璧に何にも一切不満なく生きれる国って多分そう簡単にはないと思うし、だからやっぱ自分の近くの環境だけでもいいからちょっと住みよく変えたいなっていう風には多分なるとは思う。この動画で伝えたかったのは、必ずしも全ての外国人が日本に合うわけじゃないよって。ほとんどの外国人って自分の意思で来てるわけじゃないわけよ。まあ全員じゃないよね。全員は自分で日本に憧れてくるっていう人ももちろんいっぱいおるけど、仕事の関係でどうしても行かないといけなかったとか、あとはやっぱ親に連れてこられたとか、まあ、あとはなんかもう最初はほんまになんかそのアニメとかそういうのを見てたけども、まあついてなんとなく来てみて、なんかもういろいろうまいこと言ったからここに住むようになったとかっていうのあるけど、意外と馴染まへん人っておるねんな。馴染まなくてやっぱ合わなくて、それで帰っていく人とか、まあ結局帰りたくてもなんかもう生活基盤作ってしまったから簡単に帰れなくて、ずっとうだうだ文句を言いながら住んでる人とかっていうのも実はめちゃくちゃおるねんか。でも生活基盤も作ってしまったら、あの簡単なことじゃないんやでっていうことをこの動画では伝えたかったんやけども、多分叩かれるわ。あらやらないよ、ほんまに失礼なもんだ、早く出て行けしねえみたいな、多分いっぱい言われる。で言われんでも知ってんねん、それは言われるけど。いやでも悪いことじゃないやん、別に日本がもう本当に無理だなって言って、日本は嫌いじゃない、別に日本なんか悪い国ではなくて、でも自分だけこういうなんか嫌いじゃない、私のところで感じない、メンタルと違うって。でもそれに気づくまでに時間がかかるのと、うん、あとまあそもそも自分の意思でばっかり生きてるわけじゃないっていうところもあるからな、うん、まあなんかだからまあこういう本当のこの事実の実際のことをちょっと伝えたかったなと思う。実際こういうのもありますよっていうのが、まあ、でもそう、好きなこともあるし嫌いこともあるし、まあでもありがとう、はっきり言ってくれ て、まあ、ありがとう。こんなにはっきり言ってくれる子って多分いないと思うよ。そうそう、なかなかいないから、まあだから戦っといてほしい、まあ、こういうことを考えて生きてる人もおるんやなと、うん、いうことはまあ、知っててもええんちゃうと思うけど、世界を広めるためにな、自分の視点を広めるために、うん、まあ、ただそれやからといって誰かをそれで批判するとかそういうのはどうかとは思う。あと皆さん、なんか自分もし日本じゃなくて他の方に住みたいなら、なんかこのファンタジーのイメージにしてどこに住みたい、コメントにして
おお、何 YouTuber らしいの。私後で呼んでみる。みんなでどこに住みたい。自分はもうあの運命に任して流れ着いたところにしっかりと頑張って根を生やして。流れって流れましょう。じゃあもういや流されたところにたどり着いたところに不満があろうとしっかりと根を生やして綺麗な花を咲かせて生きていきたいと思います。なるほど、いいことを言ったんじゃないでしょうか。以上現場からお送りいたしました。